はい、ということでやってまいりました。本日も、フルハライスサス TV を今日紹介するのはこちら、じゃじゃーん、ドーンドーンドーン、鬼退治。はい、実はですね、今日発売日ということで、ちょっと早速マッハ全開ゴーレット江住壮介がドン鬼退治を開封していきたいと思います。はい、ちょ、結構ね、これ箱でかいんよ。もう箱自身がでかいで、多分これね、36センチと書いてあったかな。これそう、見てこれ、戦隊ロボ史上最大級の36センチっていうことなんだけれども、でもね、戦隊史上、ね、最大級って、ね、言うけど、俺たちもまあまあでかいですからね。うん、なんたって僕たちゴーオンジャーはもう初の、まあ、12体合体、まあ、だから結構ね、僕たちも結構でかいんですよ。だからちょっと、まあ、そういったところもね、あるので、ちょっとやっていきたいと思います。じゃあ比較もあるからね。で、ちょっとね、まあ言うて僕たちは12体合体だけど、これもさ、初期面でしょ。だから僕たちも初期面で揃えようと思ったんだけど、ちょっとしくったのよ。初期面って俺たち3人から始まったんだけど、この初期面とこの初期面、人数が違うのね。俺たちの初期面は、まあ要はガンバル組っていう、で後からハントと軍兵が入ったでしょ、グリーンとブラックで、そのバルカと、その相棒のバルカと、その軍兵の相棒のそのガンパード、そしてさらにキャリゲーターっていうね、この3体が加わった状態で比較すればよかったなと思うんだけれども、まあ今回ちょっとこれエンジン音を持ってきてるんで、どんくらい違うのかちょっと開けてみたいと思います。それじゃあ早速ね、この、丸分かりブック回、これは読まないで大丈夫、はい、ということで早速開けていきたいと思います。でかっ、わっ、でかいね、結構、おお、こんな感じで入ってます。こんな感じ、じゃーん。そうで、ここから開けていきます。まあやっぱりね、よし、ロボ太郎、デデデデデーン、あ、もうロボ太郎がでかいわ。まずじゃーん、じゃじゃーん、ロボ太郎でか。ロボ太郎よくこのバランスで立ってられるな。足細っ、すごいね、これで、ねえ、すごいね、これ、うん、よし、あ、まあ、ロボ太郎ってこれ全体をロボ太郎っていうのかな。そうだよね、全体をロボ太郎っていうんですよね、これね。さあ、生地開けていくよ、生地。いや、生地のあれでね、羽が生えますからね、これね。えあの、ドンブラブラックがさ、俺は高所恐怖症なんだって言った後、めっちゃ飛んでて、もういじめよね、あれ。はい、来ました、これ。うーわ、これどうなってんの、これ。こんな感じ、うーわ、こんな感じよ、こんな感じ。あ、はいはいはい、まずはちょっと一回全部出してみよう。はい、来ました。ジャーン、犬、なんかあれだね、エジプトのさ、あの守り神みたいな感じしてるの、ちょっとね。で、猿、はい、猿ですよ、猿。もうほんと見た目ゴリラだけど、これはもう、もはや、はい、手となれ、ダーン、こんな感じ、はい。ちょっと一応ドン、こっちもやっておくか、桃太郎も、はい、はい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 、なるほど、そういう感じね。はい、あ、これやったか、生地だなと。チュッシュ、もうこれ羽だよね、もう役割的には。はい、で、まあ、ちょっと待ってください、ね、これは。で、あとこれ、はい、オニシスター、はい、ということなんだけれども、はい、まずもうあれからやります。本当に合体の時、もう足となれから、足となれ、ドゥーン、こう来た時にこうだったから、多分こっちなんだよね、足多分こっちで、こうでしょ絶対。で、これは、あ、縦になるね、こうでしょ絶対。
で、シャキーン、足となれ、ガジャーン。はい、あ、もうすでにでかいね。すでにエンジン用よりでかいね、これ。おお、結構でかいわ。まあでも、この後キャリゲーターつくから、こんくらいだから、まあ一緒くらいかな。どうだろうね。いや、でもキャリゲーターこんくらいかな。ちょっと負けてる気がするな。はい、ちょい負けてるかな。いや、負けてるな、ちょっとサイズ的に。で、さらにここから、はい、腕となれっていう感じだから。でもさ、これさ、腕となれ、あれ、これ生地はさ、翼、あれ、なんかさ、生地変わったよね、確かね。だから腕について、あ、ちょっと待って、だから、あ、わかった。そっかそっかそっか、この腕はまず取んなきゃだね、これ。後ろだ、これ絶対。ほら、こう、こうだ、こう、こう、こう。こうで、で、多分、ガチャンでしょ。で、ガチャンでしょ。で、ここに多分、生地の顔がつくんだよ、どっかに、これ。こっち、猿の顔ついてるから、ここだ。ここにつくから、だから、こういうことだもん、多分ね。なんだこれ。ちょっと待って、なんだこれ。なんだこれ、どうなってんだこれ。うん、ちょっと待ってよ、これ違うな。ちょっと猿は多分こうなるはずだ。こうなって猿の顔をこういう風にして、これがだってつくもんね。これがこうつくはずだから、そう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 、これがね、ガチャーン、ガチャーンってつくはずだから。で、頭もこうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、ガシャーンって感じでしょ。で、これなんだこれ、ここか、これ、なんかここな気がするな、これ、このちっちゃいの、ここ以外、え、いや、でもここにつかないの、なんだこれ、どこだ、うん、ちょっと待って、その前に生地の行方をちょっとね、生地の行方、いや、生地はもうここにつくんだけど、これ顔は多分こう、はいはいはい、こうなるから、まず生地をこうだな、多分こうじゃない、生地はここでしょ、絶対生地は、生地こうで、で多分こうでしょ、こうでしょ、どうで、もう片方に翼こうでしょ、でこの足が邪魔だから、多分ね、この足が邪魔だ、この足が、この足を、だからこの足をこういう風にやって、で、こうなるのか、こうなるけども、こうなるけども、うん、つき方が分かんねえぞこれ。あ、ここか、待って、腕、あ、ここか、いや、ここじゃないな、だってこうだろ、サイズ的にこうでしょ。形は羽だよね。そしたらこれになんかつけるのかな。あ、ここに、あー、こうか、もしかして、こうだ、わかった、はい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 、これね、僕と同じく説明書を見ない人たちはね、わかりましたよ、これ探しました。この足のこの部分、この足のね、これ映ってます、ここで映ってます、これこの部分、この部分にこのピンクのこの2つあるでしょ、これをこういう感じでカチャってやってはめますと。で、はめたらこれをこうやってやると、こう完成しました。はい、ということで、ほぼほぼもう完成ですよ、これで。こっちにこれジャギーンと刀持たせまして、あ、ちょっと、なるほど、はい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 、これあれだ、よし、太いわ、2本だわ、これ、こうだわ、だから
これをまあこうなってるやつをジャギーンっていう2本に割って、うん、こうだ、ね、こうですね、こういうわけですね、こういうわけだ。こいつ余ったぞ、これこれが待ってね。いやでもね、これさ、ここにさ、つくはずだと思うんだけどさ、こんな感じするんだけどさ、これ見てよ、これいくよ、こうなのよ、もうこれこうあ、わかった、見てくれ、これわかったぞ、これここ、上に上がるんだ、これ上に、ほらわかった、謎はすべて解けた、こう、上に上がるんだ、これ上に上に、あ、え、背が伸びた、え、ちょっと待って、お前ずるい、うわ、それずるい、ちょっと待った、見た今これ、おい、背伸びましたよ、この子ってやったらジャキーンって背が伸びたよ、これで、ここに差し込むってことね。うーわー、こいつこれもうあれじゃん、ほらシークレットブーツですよ、これもうシークレットブーツ、これはずるで、うん、下にガチって、そういうこと、それでこれでガチってやるってことね。どう、そういうこと？ってことだよね。はい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 。あ、ほんとだ。あ、桃のマークが出てきた。桃のマークが。桃のマーク出てきた。桃のマーク。ねえ、こう桃のマークが。見えます？ちょっともう一回やるよ。こう、ちょっとそっちで寄った方がいいかもしれないですよ、これ。いきますよ。いいですか？モノマークが出てきたと思いますね、はい、ということなんですね。はい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 。で、さらにここガチャーンってやって、ガチャーンってやって、はい、完成、ドン鬼退治、おお、バシャーンみたいな。うわ、でかいね、結構。ちょっと、おいお前、シークレットブーツみたいなずるいぞ、これやろう。さあこっちでチキーン、ゴーンソード、チキ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 、クシュクシュ、チキーン。さあここでゴーンソードをやって、ガチャーン、でかい、こいつはでかいぞ、見てこれ、これでかいわ、でかいわ、これはちょっと今度 G12 と一回並べてみたいね、これね、一回。めちゃめちゃでかくないですか、これね。 G12 もでもね、多分ね、このくらいのはずだったんだよね、確か。結構でかくなるからね。でもまだ追加戦士があるからどうなるかがわからない、この後の話。いやでもまあ比べてみたら、あぶね、こんな感じで、ちょっとね、触り方としてなんかね、手触りとしてはやっぱすごい関節が多いイメージがすごく強くて、なんかいろんな多分動きができますね、これは。例えばじゃあ、めちゃめちゃ関節が多いから、あ、いいね、これ楽しいわ、すごく。はい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 、ちょっと待って、うわー、これかっこいいな、スタイリッシュで。ちょっとマジ本当にしくった、うわー、 G12 で持ってくればよかった。もう相当でかいですよ、僕たちもジャンボエルってのが後ろにつくから。で、ちょっと置いただけで後ろの負荷で全部取れちゃったりとかそんくらい重いですよ、マジで。こう全部で総重量結構重かったですからね。僕のだってあれですよ、テレビ破壊しましたから、このそう、あのね、僕テレビ台がこうやってあって、で、テレビ台の上にこうやってね、 G12 をこれ飾ってたんですよ。そしたら僕その下のところにこのテレビを、ね、置いてたんですよね。で、スーパーファミコンね、なんか久々にやりたくなって、あれケーブル後ろね変えるために、一旦そのテレビを下に置いて、あのケーブルをこうやって差し込むためにこうやってやって、で、差し込み終わったと思ってこうやってひっくり返したら、俺間違ってこのラックに肩かなんかバッて当たったのか分かんないけど、そしたらこのロボが液晶にドバーンって G12 食らわして、G12 グランプリを食らわして、もうバッキバキになって、バッキバキになって、
そんくらい、いやもう本当にね、ガチあれですよ、もうテレビ番機がもうカラーテレビ番機みたいな、もうすごかったんですから本当に。俺めっちゃショックだよ、アクオス、こう亀山モデルのアクオスがバッキバキになって、本当にだからね、その時にね、戦隊ロボのね破壊力、そうそう、破壊力をね、僕は思い知りましたね。でもこれもなかなかの重量ですよ、これ結構重いですよこれで。まあそうだね、 G6 で多分こんくらいだから、多分 G6 よりちょっと大きい気がしますね今のところ。いけますから。で、前回のこのドンゼンカイオウとどれくらいちょっとサイズが違うのかっていうのをちょっと見たい。ドンゼンカイオウもでも ほぼあれですね、エンジン音という、これはヒーローの感想を伝えてる、こうですね、こう、ほら、どう、こんな、君たちはこっちの方に行っておいてもらって、はい、うん、これはこっちのやつね、はい。例えばじゃあ他にどんなポーズができるのかちょっとやっていきたいと思います、はい。あ、でもねこれさ、俺思ったんだけどさ、一期当選ドンブラザーズはさ、これ剣一本じゃないですか、だってね、そうそう、多分そういうことだと思うんですよ。だから一期当選ドンブラザーズっていう時は多分ね、剣は一本で、多分だからこうなるんですよ、これ、こう、だからこれで、でも片方しか握れないのかな、これは片方だけでもまあ握れてるからいいのかな、こう、え、一本だよね、あの時剣一本だった気がするから。ということでちょっとね、もう最後、ちょっとさっきのやつはさっきのやつ面白いから使ってほしいんだけど、ほう、いやこれですよ皆さん、こっち右手が結構外れがち、この子は、ほう、右手がね外れがちですよこれ、ロボもね癖が出てくるんで、みんな気をつけてくださいね、右ばっか回してくると右が緩くなったりとかするからね、ほう、よいしょ、そう、この状況でしょ、この状況でしょ、そう、この状況でしょ、そう、いきますよ、じゃあこの状況で、はい、もうちょっとね斜めってるくらいがいいかも、最初はね、もうこの状況くらいから始めた方がいいかもしれない。でここから敵をね最後倒すときに、でなるべくもう内側にこうやって入れること、内側に入れること、内側に入れてシュイーンってなったときにとどめだってなるでしょ、そう、そしたらここからちょっと横向けるよ、はい、横向けて、横向けて、こういう状況ですよ。で、こっから一気で、ここから刀をバッて出します。出ろ、刀、刀出ました、当選、この状況ね、当選で、ここでみんなの顔でドンブラザーズって言った時に、もう刀がこれ1本が、違う違う、2本が1本になります。2本がここに1本になって、でここから両手で、両手で、両手で、ドゥン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 、桃がここにブシュ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 って刺さって、モンワザーンみたいな感じになります。ドーンってなって、敵がバーン倒れて、さらに刀がまたここで2本になって、でここで、よいしょ、ここでバカーン爆発して大勝利で、えいえいえい、あー、ということで今日は、ドン鬼退陣の開封動画紹介いたしました。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。